3 minutes Japanese 3分日本語。はじめまして、メグです。今日からポッドキャストをスタートしました。私のポッドキャストは3 minutes Japanese 3分日本語です。いろいろな話を3分します。ぜひ聞いてください。今日は私の家族を紹介します。このエピソードは N5 レベルです。このエピソードのクイズがあります。エピソードを聞いてからクイズにチャレンジしてください。私の家族。私の家族は2人です。母と兄です。母は72歳です。仕事をしていません。でも毎日忙しいです。母はうちの庭で野菜を作っています。昨日母が作った野菜を食べました。とても美味しかったです。母の趣味は散歩です。毎日3回散歩します。母は散歩がとても好きです。兄は45歳です。会社員です。仕事は時々忙しいです。趣味はマラソンです。兄は走ることがとても好きです。そしてビールも好きです。毎日ビールを飲んでいます。私の家に犬がいます。犬の名前は太郎です。太郎は白い犬です。とても静かな犬です。太郎は毎日忙しくないです。好きな食べ物はチキンです。私はメグです。愛と気で日本語を教えています。好きな食べ物はカレーです。毎日カレーを食べたいです。趣味は勉強です。毎朝英語とスペイン語と中国語を勉強しています。私は勉強が好きです。でも一番じゃありません。一番は家族です。私は家族が大好きです。ありがとうございました。このエピソードのクイズがあります。ぜひクイズにチャレンジしてください。ではまた。